にいて住んでいます。そうそう、余市の隣で友達がウィリーの近くに住んでて、あ、すごいじゃんいいとこですよね。そう、行きたいんですけど ね、 ですね、なかなか。そう、なかなか。でやっと台湾もこのコロナの規制が終わって、あ、今はね、うん、うん、まあもう大丈夫と思う日本も多分大丈夫だと思う。みんなちょっとマスクが外したので、そうですね、はい、まあ、私まだしてますけどお店だから、あ、まあね、店はねちょっと気をつけないと、人が多いから。日本で台湾が流行ってるからいっぱい台湾のお店がありますよ。あ、そうなんですか。でも、スカイツリーの方が 、はい、見えますか。スカイツリーの中でも今、台湾祭り明日までやってて、はいはいはい、この間行ってきます。なんか、面白いな。あの、日本で、あの、台湾の祭りが見えるだけなので。来日は上野の公園で台湾祭りが。そんなに人気があるの？でもすごい人気あります。台湾のお店もいっぱいできて、はい、あの999がすごいお店増えました。ああ、そうですかそれで食べてください。ありがとうございます。もう焼けてるんですけど、はい、あとはじゃあ一気に終わりする。